秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまは関東大震災から96年となる今日、東京都慰霊堂を訪れ犠牲者を追悼する大法要に初めて参列されました。慰霊堂には関東大震災の犠牲者およそ5万8000人の遺骨が納められています。去年まで秋篠宮ご夫妻が出席されていました。